え本日形容詞についての解説です、えー、形容詞の合法のところで出てきてあーなんか似てるけれども覚えられないなみたいなねえー、ところですね。でえー、っと例えばですね「イマジン」を使ったら「イマジナリー」とか「イマジナボー」とかね、えー、例えばねここ2つとかは、えー、結構後ろ瀬って。 当時設備時で、セット時イマーズインですね。で、イマジナブえー、エイブルがついたり、イマジナティブ、イブがついたら、形容詞とか。えー、あともう一個が、イマジ、イマジナリー。ね。まあ、こんな単語がありまして、それぞれ三つね、あの、意味ポンと出るかなというところですけれども、ま、あ例えば、結構簡単なね、えー、ところで言ったら、イマジナブはエイブルなので、はい。 できるという意味なんで、想像のできる。ね。想像のできるというところですね。で、イマジナリーはなんとなく、えー、想像上のみたいな感じでいけるかなと思うんですが、じゃイマジナーティブどうでしょうと、えー、いうところで、この辺がパッと言えるかどうかというところですね。はい。で、えー、っと、まあ、この、特に、able ね。 えー、あとはこのティブとかイブねこの辺を、えー、意味が分かっておくとなんかすんなりと、えー、いけるんですけれども、まあ、例えばねイマジナブルそのままですね、えー、想像のできるですけれども、まあ、確かにこれ可能の意味合いですね可能の意味合い可能の意味合いで入ると。ね想像ができるとかね、えー、ありまして。 で、このイ文を、えっ、ー、と、ちょっと覚えておくと結構楽なんだけれども、えー、これ性質があるとか、なんか力を持ってる。そういう意味合いなんだね。で、えー、日本語訳を当ててみるといいかなと思いますが、えー、まずはね、えー、想像のできると、これ想像力に、えー、飛んだということで、 あとはこれ、えー、下が想像上のというところで、まあ、2個押さえられれば多分、えー、入手問題としてはクリアできるかなというところですね。で、えー、こ,こ,ここが、えー、と想像力2かな。えー こ,こなんです、ね、イメージとしては想像力があるとか持っているっていうことなんで、えーまあ、ここら辺は、えー、いいかなというところですね。で、まあ、このエイブルとかに関しても、えーまあ、可能の意味合いもあればもう一個だけ、えー、押さえとくといいかなというところがありますんで、えー、ちょっと確認していきましょうね。 えーまず respectable, respective, respectful. ここからね、まあ見ていきましょうか。respectable, he's respectable とか、he's、え、respectful、ー、とかっていう風にあって、えー、これ、実は、あの、可能の意味合いだと、彼っていうのはね、他人に対してリスペクトをすることができるんだよって言ったら、 なんか意味合いとしては礼儀正しい人かもしれないですしええそれぐらいのなんかリスペクトを受けられる人なんだよって言えば立派な人ということで,で逆にまあこのフルっていうのをえまあ見てもらった時にこれいっぱいっていうことなのででまあここでねちゃんとえもう一個の知識としてエボーが可能の意味合いかこれ受け身の意味合いなんですね。 で、受け身の意味合いだと、he's respectable って言ったら、尊敬をされる人ということで、これ、きちんとしたとか、立派な人というまあ意味合いでこう入るんだね。で、それに対して、リスペクトフルっていうのは、いつもリスペクトがいっぱいある人なんだよね。他人に対してなんで、これ礼儀の正しいですね。えー、というまあ意味合いになります。で、じゃあそうすると、あとは、この、イブ、ティブ。 え、こいつは性質がある。ただ、ちょっとここも問題点が1個あって、リスペクトっていうのが名詞で使われているんで、名詞だとこれ点になるんですね。いろんな点を持ったっていうことなんで、これそれぞれのっていう意味合いですね。えー、まあそういうのを確認して、1個1個確認していくといいと思います。えー、さあそしたらセンシブル、sensible, sensitive, s e n s t i はい。どうでしょうかね。まず、 センスブルっていうのはこの「エイブル」がまあついているんでまあちょっと確認をねえしていくとこれ「分別のある」っていうことでまあこれどっちだろうなって考えた時に分別のある「he is sensible ね」ねえー、こうねなんかリスペクタブルにまあ結構近いんですけどもえまあきちんとねしたんかこう常識のある人みたいな感じなのでセンス感覚を持ったっていうことなので 感覚がきちんとあるということで、えー、これはおそらく可能の意味合いでいいと思いますね。でそれに対してセンシティブっていうのが、えー、どうなのかって言ったらやっぱり感覚、えー、感覚を持ったっていうことで感覚を持っているっていうことでいろんな感覚ありますよね。ということでこれ敏感なっていう意味合いですね。敏感なっていう意味 で、センセーショナルに関しては、うん、まあ、意味として、まあ、きちんとまず、これはこういうもんだとか、えー、日本語だと、うん、どうですかね。えー、なんか、センセーショナルなデビューみたいな感じで、こう、世間をザッとね、えー、こう、ゾワッとさせるみたいな感じのね、え、意味合いで、世間を、えー、ザワッとさせるっていう、まあ、意味合いになりますよ、というところですね。 はい、ということでいろいろと確認をまあしていくといいと思いますが、えー、特にまあここら辺のこの単語ですね、えー、イブを使ったパターンとかっていうのを、えー、まずそれぞれちょっと個別にねエイブル使ったものとかっていうのをまあ見ていく、えー、そしてフルを使ったものっていうのもまあ何点かありますんで、えー、それぞれちょっと確認を最後していきますはいではいきましょうかいろんなまあ例見てもらって、まあ、まず でもまあパターンですね。リブはもう一個だけまあちょっと押さえておくものがあって、えー、性質力を持っている、あと傾向とかそういう意味合いなんですね。傾向が高いみたいな、えー、まあ意味合いなんで、まあちょっと行きましょうか。で、まずコンプティティブ、えー、コンピートというね、えー、単語。えー、これまあその競争するっていうことで、 競争を、えー、する傾向のあるとか、競争をする、えー、性質を持ってるということで、争うというね、えー、意味合いですから、まあ、競争力のあるという意味合いだ。ねえー、そして、compare、えーえー、から来ていまして、これ、比べるという単語。で、これが、まあ、多分ね、比べられる傾向が高いんですよね。えー、比べられる傾向が高いので、 え何かに匹敵する。次、ディテクティブ、ディテクトという単語ね、ぜひ覚えてもらいたいな、というところですが、これちょっとセット時崩してみると、テクトっていうのが覆うことなんですね。なので、前もって覆うことができれば、プロテクトですね。プロテクト、これ覆うことですね。だからディテクトは剥がす方ですね。覆いを剥がす。まあ、つまりディスカバーとかに近いんだけれども、はい。 えー、そうすると、発見する、まあ。ディスカバーと同じようなね、えー、感じだよね。なので、発見をする、えー、発見しがちだってことで、まあ何かね、こう探知をするということで、えー、探知機とかでもまあ使うんですけども、探知用のってこと、えー。そして続いて、えー、これディストラクティブ、えー。ディストラクティブもディストラクションとかで名刺、えー、破壊とかね。 えーデストロイからまあ来ているということが分かれば、えー、破壊をする傾向のあるとか、えー、破壊しがちだということなので、えー、これが意味合いとしてね、まあ強いですから、まあ破壊的なぐらいな感じでいいですね。はい破壊的な。でラストです。えーラストに関しては、えー、っとこの、えープロダクティブ、プロデュース、ウーむってことですね。生産する。だから生産力のあるってことですね。 え生産力のあるっていうことでえなんかまあなっていうまあ意味合いでいなのでまあなんか一個ずつ捉えてみるとまあ僕もなんか学生の時にこのパターンすごい嫌いだったんですよあっちはなんかエイブルで大体片付くえイメージを持ってたんですけれどもちょっとこっちが説明つかないことが多いのでまあぜひねちょっとこれは一つ参考にしてみてください。 はい。では、えっ、ー、と、こっちですね。はい。compare。さっきやりましたが、これ、受け身の方で、えー、解釈をするといいと思います。受け身の方で解釈をすると、やっぱりね、比べられる、比べられるくらい、えー、これに似ているっていうことですね。似ている。なので、まあ、ちょっとね、セットで覚えてもらったらいいかなと思います。ねえー、と、これも同じ。consider は、え consider、ー。コン consider という、ま、考えられるくらい、なんかたくさんのっていうことなんだけれども、え、ちょっとここだけ、なんか程度っぽいんだけども、考えることができるってことではないですから、え、考えられる、よく考えられるんだっていうことで、え、入って、ま、これも受け身です。受け身です。はい。で、えっと、なんだろうね。え、forgetable t とかも、え、主語 is forgetable t で、え、忘れられるってことなんですよね。 えー、忘れられるだから忘れられやすいっていうことですねえー、この辺も、まあ、受け身受け身とレガレタボーレガレタボも、えー、後悔を受ける方です後悔を受ける方なのではい、えー、残念なとか後悔させられるっていう、まあ、ことですね後悔させられるということではいで、えっと、ソーシャル帽、えー、これはまあな社会にこう出ることができるみたいな感じでね、えー、社交的なってことですね はい。で、えっと、まあ、ラスト、ここが、えー、ここ、二つ、ちょっとね、あの、よく、ごっちゃになる人、多いですから、えー、まずバ、バリアボバリアボって、価値のつけることができる。ね。えー、価値のつけることができるということで、えー、まあ、これは、えっと、価値のあるっていうことだ。で、えっと、それに対して、ンが入れば、 はい、えー、否定になりますんで、価値のつけられないくらい素晴らしいってことなんですね、これね。ちょっとね、こいつだけ、あのー、多分、はい。ね、えー、なんか、あれですね。えっ、ー、と、ちょっと意味合いとして間違いやすいんで、まあ、それくらい素晴らしいっていうことなんですね。えー、それくらい素晴らしいということ。はい。で、えっ、ー、と、ラストですね。えー、メモ m ボ m o ね。 記憶に残りやすいってことですね、えー。これもよく思い出される方ですから、uh, this story is memorable みたいな感じで入ると、そう、あの、this story が、えー、する方じゃないですか。記憶をする方じゃないので、受け身ということですね。えー、なので、これ全部できるというふうに思わないで、そうじゃないなっていうものに関しては、やっぱり受け身のイメージを持ってもらうと、えー、非常に いろいろとリンクしてくることがあると思いますんで、えー、ぜひですね、こういうのも活かして、慶応詞のね、えー、勉強に努めてみてください。